皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、できないのはおかしいと思う気持ちを持つということをお話ししたいと思います。この話はどういう感じかっていうとですね、こんなエピソードがあったりします。ある大縄跳びがすごい記録を持っている、小学校があるんですけどね、団体でこう縄跳びをやる、それが1261回っていうすごい大業を達成した時に、最初うまくいかなかった時っていうのは、練習日記をねつけてた時に、優勝したいとか絶対に優勝したいとかっていうレベルで書いてる時っていうのは、それがこうもんやりした多分目標で、成功体験がないのでこうイメージがつかなくってうまくいかなかったんですね。で、その大会で優勝するためには、1200回以上飛ばないと優勝できないっていう数字が見えた時に、まずは優勝するために100回200回を飛べるようにしよう、そして100回200回が飛べたら次は400回飛ぶようにしようって言って、だんだんその数字の目標値を上げてってるんですよね。で、最終的にはそのだんだんこう1200回が飛べないのはおかしいとかね、練習していって、でそうすると優勝しないのはおかしいっていう風になっていって、そのモチベーションに人の子どもたちの心が変わっていったら優勝できるようになったっていう、そういう感覚なんですけどね。でこれは私の生徒さんでも同じようなことが言えて、満席になったことがない人は満席になる感覚が自分の体の中にないので、いつでも集客すると満席にならないのが当たり前だったから、一人入るか入らないかわからない、入らない、またどうせ集客しても入らないのだろう、入らないかもしれない、入る気がしないみたいな、そういう状態になっちゃう。なのでまず1回は埋まるっていう経験を、埋められたっていう経験をしなくてはいけなかったので、埋めるための段取りっていうのは実はいろいろあって、最初からこういきなりイベント立てました、はい来てくださいっていうんじゃねダメなんですよ。最初にそのイベントとかに興味を持つ人がそもそもいるのかっていうのをリサーチして、だから興味があったら、お声掛けいただければイベント立てるみたいな感じで一旦下調べをしておいて、で声が上がったら立てると、その声が上がった人たちに向けてまずはそのイベントね、やりますよって言えば、少なくとも何人かできるわけじゃないですか。なのでその手間を惜しまないで、まずはね要望する人がいるかどうかっていうのを聞いているって言ったら立てた方がいいですね。これは私の持論です。でそんなことをやっていると、まず確実に申し込んでくれる人がそこのどこかにいて、でその状態でイベントを立てる。なのでもう始まる前からある程度埋まってたりする。場合によってはね、声かけた段階で満席になっちゃう時とかもあるんですよ。でそういうやり方をお教えして、実際にそうした、そうすると満席になります。で1回成功体験が出来上がると、その2回目も当然同じようなやり方でできて、もうちょっと工夫はしますけどね。でまた満席になりました。3回目もまた満席になりました。そうすると昔埋まらなかったのが嘘のかのように埋まるのが当たり前になってくると、今度思考が変わってきて、私が立てるイベントは埋まらないはずがない、埋まらないのがおかしいみたいなね、だんだん思考に変わってくるんですよ。で一瞬その時に、こんなに続くなんて怖いです、次がもしかしたら埋まんないかもしれないとかって言ってきた時があって、なぜそういうふうにね、急にねちゃんとできるようになったっていうのをプロセス踏んでるのに、自分で勝手にそういうネガティブな方向に思考を行かせちゃうんですかっていう話をして、埋まるのが当たり前になってきたら埋まらない方がおかしいっていうふうに思った方がよくて、埋まらなかった時に初めて何が悪かったか反省した方がいいっていうことを言って、結局4回目も埋まったんですけど、だから満席体質っていうのを自分で作っていくと満席になっていくんですよね。だからその1回目の時にちゃんと段取りを組んでどうできるかっていうのは成功体験として必要なんですけれども、それが続くようにできてしまう方程式が見えると、埋まっていくので、埋まらないはずがないっていう思考が変わってきます。そうすると結果として本当に埋まっていくんですよね。
だからそのあたりの扱いとかが、まあ、マインドの部分での扱いにもなってくるんですけれども、その大縄跳びのね話を聞いた時に、あ、一緒だなと思ってたんで、埋まる気がしないっていう人はやっぱり、ね、埋まらないんですよ。で、まあ全く根拠ですね、例えば誰もブログを読んでないとか、誰も友達ねあれがなくて、それでいきなり満席っていうのはやっぱさすがに辛い。ある程度パイがあっての状態っていうのはね必要にはなりますけど、満席体質を作るっていうのはそういう意味では必要になってくるマインドなので、できないのはおかしい、この感覚で考えていただくといいかなというふうに思いますので、マインド部分ご参考になさってください。それでは。